はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ミュージックマンのジョン・ペトルーシー、こちらの方をちょっとご紹介したいと思います。まずはですね、こちらの方ミスティックドリームという色なんですけど、まずボディ、バスウッド、ローズシバンニーっていうこうロックペグがついてるやつですね。まあ、最大の特徴っていうのは、ピエゾが、内蔵されてるっていうのがこのジョン・ペトルーシーの一番の魅力かなと思ってますね。で、コントロールなんですけど、こちらの方がマスターボリューム、マスタートーンで、こちらがピエゾの、ボリュームというふうになります。こちらのトグルスイッチがですね、下にある時がマグネットのピックアップが作動しております。その時はこちらのトグルスイッチで PU のセレクターができますね。下にある時がリア、真ん中でミックス、上でフロント。こちらのトグルスイッチを真ん中にしますと、今度ピエゾの、サウンドがミックスされます。ピエゾのボリュームはこちらで調整できますね。で、こちらのトグルスイッチ上にするともうピエゾのみのサウンドです。こういったサウンドですね。下に下ろすとマグネットの音っていう感じに、ジョン・ペトルーシーモデルっていうのはこういう形になっております。であとですね、本日、使用するアンプが、メサブギーの、レクチファイアと、ジャズコーラス、ジャズコーラスの方でピエゾサウンドを出しております。レクチの方で、マグネットのサウンドを出しております。今日はちょっとですね、実際に、こちらの、2つのアンプを使ってですね、一体どういう音が出るかっていうのをちょっとやってみたいと思います。まずは、マグネットピックアップ、レクチの方から出してみます。それに対してですね、このジャズコーラスでピエゾの音です。かなりの音の違いがありますよね。ピエゾピックアップですので、ジャズコーラスの方からはちょっとこうアコースティックのサウンドが出力されているっていうのがよくわかると思います。それに対して、レクチの方、これは皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、よく耳にするサウンドですよね。さらにですね、こちらのスイッチで、ミックスできますんで、ピエゾサウンドとマグネットのピックアップ同時に鳴らすこともできます。かなりこうステレオ感漂うサウンドが、出力されているのが分かると思いますね。で、実際にですね、こちらの方は、ライブもしくはレコーディングでもですね、こういった2台のアンプをセッティングしていただいて、実際にこう鳴らしてもらうとですね、かなりこの、音の広がりっていうのが出てきます。で、今ジャズコーラスの方、ちなみにちょっとコーラスかけてるんですけど、まあ、より立体感が出るサウンド、さらにこうミックス、マグネットとピックアップ、ピエゾピックアップ、こちらのですね、ミックスで、広がりの音っていうのは、まあ、実際に確認できると思います。で、まあ、あとレクチの方ですね、こちらの方ちょっと歪みのサウンドもちょっと出してみましょう。よいしょ。もちろんですね、この時にも、ピエゾピックアップを使って、ミックスできることもできます。いかがでしょう。こういった歪みのディストーションがすごく深くかかっている音にプラスこうアコースティックの音もミックスできてしまうと。で、まあ、通常のギターではなかなかこういうことはできないんですけど、実はこのジョン・ペトルーシーっていうのはこういうことができるんですよね。まあ、もちろんそのアコースティックに、持ち替えなくてもスイッチ一つでアコースティックのサウンド、
こういったディストーションサウンドっていうのが瞬時に出せるというのが一番のこう魅力かなと思っております。で今回使用したのは、6弦なんですけど、実はですね、ジョン・ペトルーシモデルには7弦も実は出ておりまして、でこちらの方でもあのピエゾピックアップとマグネットの切り替えっていうのはもちろんあのできますんで、よりこうバリエーションが広がるサウンドっていうのが作れると思います。まあ、今日は以上簡単でしたけど、ミュージックマンのジョン・ペトルーシモデルのご紹介でした。実際に店頭に来て、こういう風にアンプのセッティングもいたしますんで、ぜひ皆さん、お店の方にお越しください。よろしくお願いします。